おはようございます。今朝食がてら朝のうどん谷を歩いてます。はい、こちら朝のサンパンタミット通りです。昨日いろんなパブがあったところですね。朝早くから散髪屋さん開いてますね。これもち米を炊いてるっていうか蒸してますね。はい、朝食は結局ホテルの中のレストランで取ることにしました。昨日チェックインの際に朝食どうするかって聞かれて、料金は250バーツって言われたんですけども、料金はなんと180バーツっていうことでした。ということでこちらで食事したいと思います。これ貝ガタっていうやつですね。貝は卵で、ガタは鍋っていうか鉄板っていう意味なんですけども、卵コーナーにこの貝型がありました。これなんかベトナム料理の流れっていうんですかねらしいです。あとこちらにはクッティアもありますね。はい、こちら野菜コーナーです。こちらデザートコーナーです。こちらパンがいろいろありますね。この辺はスープ類と、あとお粥ですね。バタープティングパンってなってますね。こちらはこの辺りの郷土料理ですね。イサンの米麺を野菜なんかと一緒にソースをかけて食べる郷土料理ですね。それではいただきたいと思います。先ほどの貝型、あとパン類、あとトマトスープ、サラダ、ソーセージをいただきます。あとですね、クッティアをオーダーしてきました。これめっちゃ美味しそうですね。いただきます。はい、今ホテルをチェックアウトしました。これからラオスとの国境の町ノンカイまで行きたいと思います。いろいろ考えたんですけど、まずノンカイまでロットゥで行きたいと思ってます。まあ、このホテルは1000バーツ弱で良かったですね。歩いていろいろ行けるんで、場所的にとっても便利なとこでした。ノンカイ行きのロットゥはですね、このセントラルプラザの中にあるこのバンステーション、ここからノンカイ行きのロットゥが出てます。ちなみに料金は55バーツです。ここからですね、ノンカイ行き以外にいろんな行き先のロッツがここから乗ることができます。はい、これがノンカイ行きのロッツとなってます。はい、ただいまロットゥを降りました。まずですね、タイラオス友好橋に行きたいのでということで、エスコロータスからだと橋に一番近いということなんで、こちらで降ろしてもらいました。こちらでこのトゥクトゥクに乗ってみたいと思います。はい、サパーン、タイラオス、タオライカン。
はい、今乗ります。もう交渉なしで50バーツで行きます。ただいまタイラオス友好橋のとこまで到着しました。結構大きいですね。これ片側 3,4 車線ぐらいある道幅のとこですね。この橋からですね、なんていうんですか、国境を渡らなくても橋のたもとから撮影できるのかなと思ってた、これ今入れないみたいでですね、それで今この橋のたもとにいた違うトゥクトゥクで交渉したらですね、その撮影スポットとあとお寺セットで150バーツで行ってあげるということで今交渉しました。で、バイ。橋のとこまで来ました。いや、川がめっちゃひどいですね。これがメコン川です。やっぱ密入国しないように警察がいますね。向こう側がラオスです。先ほどのボーダーのところからだいたい3キロぐらい走りましたかね。結構あるんですね。イメージとしてはチェンライの迷彩だとか、あとカンボジアに渡るポイペト、あんな感じの歩いて渡る橋のイメージをしていましたけども、これはね、歩いていけないそうですね。これ密入国もこれ渡るの大変ですね。これね、泳ぐのも大変ですよ。これでもね、それでは次はお寺に行きたいと思います。はい、今ワットポーチャイに来てます。こちらが本堂ですけども、こちらにですね、先ほどのメコン川から引き上げられた銅像があるということで、これ見ていきたいと思います。すごいですね。たくさんの方々がお参りに来てます。ただいまノンカイ駅に到着しました。こちらはタイ東北線の一番端っこっていうんですかね、一番端の駅となります。駅前はですね、客待ちのトゥクトゥクとですね、客待ちのこのトゥクトゥクしかないですね。あと駅前は何もありません。駅前はですね、この
鉄道のこれ車両のレストランですかね、わかんないんですけど、あと左手にお店が 4,5 軒並んでるだけです。あとは何もないです。カフェもないです。駅舎の横に仏像がありますね。こちらチケット売り場ですね。あとは待合の椅子が置いてあるだけです。はい、今チケットを買いました。うどん谷までは11バーツです。チケット買うときにパスポートの提示を求められました。それでは乗ってみたいと思います。はい、うどん谷駅に着きました。こちらうどん谷駅です。これ出発の時鳴らす鐘です。これ鳴らしてみようかな。みんな出てくるかな。やめとこう。はい、こちらがうどん谷駅の外観です。立派な駅舎ですよね。まあ、タイらしいって言いますかね。色も落ち着いた感じでいい感じです。はい、今トゥクトゥクでエアポート向かってます。料金は120バーツって言われましたけども、交渉して100バーツにしてもらいました。こちらがうどん谷空港です。はい、こちらチェックインカウンターですね。結構並んでますね。ここからドムアンバンコク行き以外にもですね、チェンマイだとかプーケットとかいろいろ飛んでるんですね。こちら1階のフードセンターに行ってみたいと思います。あ、イサン料理が食べれますね、ここね。おっと、3つあるうちのお店、ここ1つしかやってないですね。先ほどのお店で牛肉と豚肉を炙ったこちらの郷土料理ですね。イサン料理です。これと今日もリオビール、これで反省会をしながら出発を待ちたいと思います。いただきます。こちらもいただきます。こちらが牛肉かな、これ豚肉かな。いただきます。はい、2階に行ってみたいと思います。2階はもうこれ出発ゲートだけですね。はい、今保安検査を受けまして制限エリア内に入りました。狭いスペースに椅子がびっしり置かれてます。こちらも椅子がびっしり敷かれてますね。あと中はですね、カフェが2軒あるだけですね。あとお土産屋さんがあります。あとこちらにコーラルラウンジがありますね。プライオリティパスも入れます。私は